体操の宮田祥子さんの話なんですけど、なんかもともと素行が悪いって話もあるんですよね。本人に聞き取り調査、6月から4月に喫煙と飲酒の行為があった。それで、本人と話し合った結果辞退という形で、海をまたいで大きな衝撃が走ったと。情報提供からわずか5日間という短期間で大きな決断が下された。会見冒頭で陳謝した藤田会長に続き、マイクを握った西村理事、事実確認の結果協会と宮田の両者で話し合って出場辞退に至ったことを報告した。ここなんか嫌な匂いがプンプンするんですよね。順天堂大学はさせたかったんですよね、出場をね、周囲だけにしてね。でも協会は問題が大きくなるというか、まあ自分らがいろいろと選んだ、自分らが言われるのが嫌だから辞退っていう形、いや自分たちの口から処分を下すんじゃなく、話し合った結果辞退するってことにさせたっていうね、なんかこう釈然としない、ね、感じっていうんですかね、まあ大人のずるい大人のやり方ねだね、中森明菜じゃないけどね、まあ、これの件によってあれですよ、とにかく日本の女子体操は終わりですよ多分。だから順天堂大学と、体操協会で揉めるんじゃないですか。宮田はかなり調整しきっている様子だった。法律では飲酒喫煙は20歳まで認められていない。本人が各一度と説明したので、我々はそれを信じる常習性はない。飲酒は味の素ナショナルトレーニングセンターの部屋で飲酒している。ここ何ですかね、味の素ナショナルトレーニングセンターってなんかありますよね。ここで大谷と奥さんが出会ったんですよね。だからそういう場にもなってるわけでしょ、合コンの場にもなるってことなんですかね。選手同士で楽しそうですよね、お酒飲みながら、あのマスコミもいないしね、息抜きできるってことですよ。これを垂れ込んだのは、まあそのね、マスコミもいない場所ですからね、その行為だけ、その場所で NTC の中での話なんで、垂れ込みなので、宮田に近い体操関係者による通報の可能性が高い。内部通報者ということは、直接聞いている。決して外部からではないと。そして宮田に対して、以前からそこの悪さを問題視する声があり、喫煙について過去に厳重注意を受けたとの証言もあると。一人の愚行により残された4名は窮地による。愚行なのかな？なんかでもどうなんですか、宮田祥子一人のせいにするのは酷な話ですけど、ね、ただなんかいろいろ見ると、宮田祥子さんはこの1回だけとか言ってるけど、そうではないっていう話もいっぱい出てるんです。ヘビースモーカーだって話が、これでも真意不明ですけどね。まずヘビースモーカーだって話もある。かねてから体操界代表選手の喫煙や飲酒が常習化していた。世界一美しい演技と言われ、知事が鍛えた絶対王者がヘビースモーカーだったのは体操界では有名な話。宮田祥子選手はヘビースモーカーとして有名と紹介されている。また高校時代からタバコを吸っていた。高1の頃にタバコか酒のリークみたいなのがあったんだよね、変わってなかったんだなと。覚えている、ログがあれば。ただしこれは酒を飲んだって話。ストーリーでそういう写真を載せて、体操部の高校生ってレス、彼女の戦歴を知らないから自分には断定できないけど、知ってる子がそのレスを見たら彼女が田舎ぐらいか分かりそう。酒が本当に来たってことはめちゃくちゃ濃厚になっている。小高校1年生の時に喫煙飲酒のリークがあった。しかしそれは掲示板なので真意は分かります。あと性格が悪いっていうのがよく出てくる。内部通報っていうのはまあそういうことですけどね。しかもこのタイミングっていうのはね、これ偶発的に起こった出来事のように大方の人は言っていますが、宮田祥子ははめられたんですよと、貶められたんですよ。いつそれを世間に出そうか伺っていたんだと思います。だからこそこのオリンピック前の絶好のタイミングではありませんか。残念ながらそこが悪かった宮田祥子にも問題があったと思います。それはあるだろうなと。またサバエスクールの田辺充コーチは、床など好きな種目は練習するが、苦手な平均台はあまりやらない。気分が乗らない日は練習に身が入らないといった具合に、コーチは続ける、甘さしかなかった、はっきり言うとわがままなタイプ、甘えん坊だった、強いし勝ちたいという気持ちはあるけどすごい気分にムラがある、その辺の波をずっと穏やかにしていきました。まあだから才能はめちゃくちゃあるんだけど性格に難があるってことだね。小さい時から本当に能力が高いのでちゃんとやれば世界でも戦えるはず、お祭り女でお調子者だけど、それは自己表現をする
体操競技においてはある程度必要な要素をしっかり準備した上でそれがいい方向に出てくれることを願いますと言ってたんだけどダメだったってことね。この子は宮田祥子さんはお嬢様は京都のお寺の娘さんって言ってましたよね。400年室町時代ぐらいから続くなんかお寺の娘なんですよね、らしいですよ。そこを流れた中学生からっていうのもあるね。まあこれは真意不明で話しますからね。僕は宮田は学生時代から素行の問題が指摘されていた。中学3年生の時にサバイ体操スクールに移籍するために京都から福井の学校に転校しましたが、当時の SNS に喫煙や飲酒の垂れ込みが複数層投稿されたことが、まあだから結構なヤンキーですよね。宮田は以前から喫煙について関係者から厳重注意を受けてたの証言も出ている。まあそうね、タバコも酒も最初の場合美味しいっていうことではない。何でも繰り返すことで体が欲するようになった。初めてで告発したりするほど吸ったり飲んだりすることは考えにくい。まあそう、そりゃそうですよ。だから常習性があるのが酒とかタバコですから、うまいって思うまでに結構な年月必要ですね。一発目で酒飲んでもまずで終わりますよ。ゲロ吐いてね、あ気持ち悪いとかね。タバコもそうですよね。一回目タバコ吸っても煙だけでなんだこれって頭クラクラする、クラクラしてね、気持ち悪くなるしね。それを何回も何回もやってて体がニコチン中毒になって初めてうわタバコうめえなと思うようになるわけなんで、初めてってことはないですよ。それはちょっと言い過ぎだなと。常習性はなかったってのはちょっと言い過ぎだなと思いますよ。常習性がなかったらすいませんでしたで出りゃいいんだもの。でもこれ事態だってことは、いや常習性があるからですよね。もう言ってる通りヘビースモーカーだったんじゃないのかなとか、お酒もどうなんですか、こう毎日晩酌してるとか、なんかそういうレベルだったんじゃないですかと。アスリートに人間性っていうんですか、規範性っていうのは、まあ大谷みたいなね万能性を求めるっていうのはいかがなものかなと思いますけどね。昔の野球選手江夏とかね、野球はすごいけどやべえやつみたいなのってやっぱりいっぱいいて、それがかっこいい時代もあったわけで、こいつスポーツはすごいけど人間性めちゃくちゃだねでダメなのかなっていうふうに思うんですけど、なんか人間性を完璧にしようとするのってどうなんだろうと。一つのものに抜きん出てる人っていうのは必ずしも完璧な人間ではないんじゃないですかと思いますよ。ドーピングしててね、本当はやっちゃいけない薬っていうんですか、それでもうその成績をすごく良くするためにドーピングしてたとか言うんだったらまだしも、日常生活が堕落してたって結果出しゃいいんじゃねえのって僕は思いますけどね。